投打二刀流というかつて誰も考えなかったようなことを実現した大谷翔平選手。日本、そしてメジャーでの活躍ぶりはすでに野球殿堂入りが確実と言っても過言ではないほど素晴らしいものです。そんな大谷選手は2023年に行われた WBC に初出場。投打に活躍し、日本を14年ぶりの世界一に導くと同時に MVP も獲得しました。今回は大谷選手のこれまでの日本代表での活躍や日の丸を背負うことへの思いに迫ります。大谷翔平の日本代表歴。大谷選手が初めて日本代表になったのは花巻東高校時代のこと。夏の甲子園の後に行われた世界選手権でした。当時の高校日本代表は2023年からメジャーに挑戦することになった藤浪晋太郎投手や強打のキャッチャーである森友哉選手らが名を連ねていました。そんな中でも大谷選手はマイペースを貫きます。同じ部屋だった佐藤拓也選手曰く、一緒に素振りをしようと誘っても俺は寝てるからいいよと断られたのだとか。あくまで自分の体と向き合い、いいコンディションで明日を迎えるための最善を選んで行動していたのでした。さらにコーチから、お前はこんなもんじゃないだろうと葉っぱをかけられても、こんなもんですよとさらり。今の自分ととことん向き合っているからこそ、その場の感情だけではなくひたすら向上することを目指し続けたのです。日本代表となっても大谷選手はとにかく冷静に自分と戦い、試合でのパフォーマンスに集中していました。しかしこの年の高校日本代表は優勝できずに大会を去ります。ターニングポイントとなったのはアメリカ戦。日本1点リードの終盤7回、ランナー2、3塁とチャンスを作ったアメリカは内野ゴロで3塁ランナーがホームへ突入。キャッチャーの森選手に強烈なタックルをし、強引にホームを陥れました。その後もう一人の選手も森選手を突き飛ばしてホームに生還。日本代表の小倉正義監督もあまりの激しさに、こんなこと許してたら死んじまうだろうと審判に抗議したほどでした。ここから流れを失った日本はアメリカに逆転負けを喫し、優勝の夢はついえたのです。それでも大谷選手は冷静だったと佐藤選手は振り返ります。あのアメリカ戦も含めて大谷が感情的になった場面はなかったんじゃないですかね。どんな時も平常心で自分のやるべきことをやるという姿勢でした。また同じくチームメイトであった笹川康平選手は、あの時点で大谷選手がメジャーリーグに行くことを想定していたのではないかと証言します。プロで活躍するだろうとは思いましたけど、まさかメジャーリーグの MVP になるとは。あのチームのエースは藤浪で、バッティングで一番目立っていたのは森でしたから。だけど大谷だけは自分が将来こうなることを分かっていたような気がするんですよね。野球の話はよくしたけれど、どんな女の子が好きとかそういう話をした記憶が悔しいくらいにありませんと、当時から野球に真摯な大谷選手を振り返りました。ちなみにこの世界選手権において大谷選手は4番投手として出場しています。大会ルールは指名打者制でしたが、小倉監督がその才能を認め、あえて二刀流で起用したのです。後に小倉監督は当時を振り返りこう語っています。高校野球で投手で4番は当たり前で、やってくれると思っていたし、本人にどうだと聞きもせず、スタッフだけで大谷を第一線の4番投手に決めた。自分が最初に二刀流で使うという意識はなかった。メジャーを震撼させるスーパースター、二刀流大谷選手の原風景がそこにはあったのでした。その後大谷選手はプロ野球を経ずにメジャー挑戦を表明。しかしそこに待ったをかけたのが日本ハムファイターズでした。大谷選手をドラフトで強行指名すると、当時としては超異例となる投打二刀流の育成プランを提示したのです。この夢のプランに心を動かされた大谷選手はメジャー行きの思いを封印し、日本ハムでプレーすることを選択しました。金の卵である大谷選手に対してチーム側も最大限の配慮をします。栗山英樹監督が自ら、大谷への取材は避けてほしいと報道陣に対して異例の通達。大谷選手の限られた時間を最大限使えるようにと、指揮官自ら頭を下げたのでした。こうしたチームからの愛情と期待を一身に受けて大谷選手はぐんぐん成長。2年目には自身初の2桁勝利となる11勝、翌2015年には15勝を挙げ最多勝を獲得しました。2016年には日本シリーズ制覇にも貢献した大谷選手。2017年初めに行われる WBC ではチームの中心になることが期待されていました。しかしその計画は頓挫することになります。
日本シリーズで痛めていた右足首が思うように回復してくれなかったのです。それでも日の丸を背負って戦うことへの強い意志があった大谷選手。ピッチャーとしての出場は難しいが、なんとか野手として出場したいと執念の調整を続けます。日本ハム側からも侍ジャパンに対して大谷選手が野手として調整している旨が伝えられ、ギリギリまでその動静を見守ることになりました。しかし結果として大谷選手の調整は間に合わず、無念の代表辞退となってしまったのでした。状態が上がると信じて何とかやったが限界かなと感じた。今は残念というか申し訳ないなという気持ち。僕自身相当気合を入れて WBC の優勝に向けて頑張ってきた。今は目標を失っている段階と、世界一に挑めない無念を口にした大谷選手。会見に同席した栗山監督も、翔平の気持ちとか日本の野球のためを考えると心が死にそうになると痛切な思いを口にしました。しかしこの辛く重苦しい代表辞退会見の後に記者会見をした当時の侍ジャパンの監督だった小久保弘樹氏は、少し感情的になりながら大谷選手についてこう語ったのでした。足首も含め調整が少し遅れている話までは聞いていた。それが今日突然の発表だったので、詳細は全く把握していない状況。一方的に向こうで会見が開かれ聞いたばかりなので。実はこの行き違いには日本ハムと侍ジャパン、そして双方の間に立った NPB などの連絡系統がうまく機能していなかったという事情がありました。一方で大谷選手がこの年のオフにメジャーリーグへ移籍すると噂されていたこともあり、この出場自体はメジャー移籍を控えた大谷選手を守るという大人の事情が働いたのではという見方もありました。結局大谷選手は2017年シーズン、痛めていた右足首をかばいながらのプレーが影響したのか、自己ワーストの成績でシーズンを終えることになったのでした。そして去就が注目されたオフ、大谷選手は大方の見方通りメジャーリーグへの挑戦を表明。ポスティングシステムを利用しロサンゼルスエンゼルスに移籍したのでした。 WBC で日本代表として戦った時の思い。2023年久しぶりに開催された第5回 WBC、 海を渡った後も活躍を続けた大谷選手が侍ジャパンのユニフォームに再び袖を通す時がついにやってきました。無念の出場辞退となったあの時以来の大舞台に、大谷選手は強い決意で臨んだのです。初戦の中国戦で先発を任されることが決まった大谷選手は、前日の会見で大会への思いを口にしました。一番最初の試合は高鳴り、緊張はあると思います。こういう大きな舞台で初戦を任されることに対して責任感を持っている。しっかりとまずは自分自身楽しみたいなと思っているので、その準備をしていきたい。大谷選手には前回大会のリベンジに加えて、もう一つ WBC を戦う理由がありました。それは侍ジャパンの監督が二刀流の生みの親である栗山監督であったということです。お世話になった監督なので、こういう舞台でできるというのは特別な思いですし、一緒に優勝できればこれ以上ないかなと思いますと、栗山監督への恩返しの思いも胸に特別な大会に臨んだのでした。中国戦に先発しチームを勝利に導いた大谷選手は、この試合を含め1次ラウンド全4試合で打点を記録。オーストラリアとの一戦では自身の顔が入った広告を直撃する大ホームランも放ち、ファンを魅了しました。準決勝のメキシコ戦では1点ビハインドの9回裏に先頭バッターとしてツーベースを放ち出塁。二塁ベース上で雄たけびを上げてチームを鼓舞し、劇的な逆転サヨナラ勝ちを呼び込みました。さらに14年ぶりの世界一をかけたアメリカとの決勝戦では、1点リードで迎えた9回に登板。最後はアメリカのキャプテンにして大親友でもあるマイク・トラウト選手を空振り三振に切って取り、試合を締めた大谷選手は帽子とグラブを投げ捨てて雄たけびを上げ、世界一の喜びを爆発させたのでした。初めて日の丸を背負った時とは違い、感情を目いっぱいに表現して世界一の瞬間を味わい尽くしている大谷選手の姿がそこにはありました。今大会の活躍が認められ、大会 MVP も獲得した大谷選手。しかしそのスーパースターぶりはプレーだけにとどまりませんでした。実は今大会でややオーバーアクションに見えた大谷選手の振る舞いには隠された理由があったのです。取材を続けてきた記者がこっそり明かしてくれました。この WBC で大谷が日ハムでプレーした時よりオーバーアクションに見えたのは、もちろんアメリカでプレーしているからというのもありますが、
ヌートバーがチームで浮かないようにという大谷なりの気遣いがあったようです。日本語が喋れないヌートバーがカージナルスにいる時の底抜けの明るいノリで振る舞って、他の日本人選手がそのノリについていかないとヌートバーは浮いてしまう。日本人選手を自然にヌートバーの熱量に引き上げられるように、大谷は意識してオーバーアクションをしていたようです。ヌートバーが日本代表に合流した最初の頃は、球場入りの際もいつもそばに大谷がいましたから、日本の野球ファンからはタッチャーの愛称で親しまれるほど人気者になったヌートバー選手を陰ながら支えることはもちろん、 WBC 公式球への対応に苦しんでいた松井裕樹投手にアドバイスを送り、適応をアシストした大谷選手、その活躍と献身は計り知れないほどの価値を持っていたと言えます。今シーズン14年ぶりの歓喜を日本にもたらした大谷選手が目指すのは、エンゼルスでのワールドシリーズ制覇。盟友トラウト選手と共に今度はメジャーリーグの頂にたどり着く姿を期待したいですね。